ベルギーカップ2回戦セカンドレグ。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。さあコンディション、雨が落ちてきました。今日はそんな中のナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今ゲームが始まりました。ベルギーカップ2回戦セカンドレグ、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかのトーナメントです。プレスからボールがこぼれる、ビクトル・サンチェス、ここはファールです。狙いしましたんですがヘディング決まりません。ジョイア・ダクスタがこの試合初めてのシュートを放ちました。バロテッリ、左サイド上がってきます。ボリー、ビクトル・サンチェス、縦へのボール、長いボールを送ります。サイドチェンジ、このパスを受けて、大きく縦へ、このパスを防ぎます。さあカウンターのチャンスになります。今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧になりますか。まあ今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。バロテッリ、ナルセ、中央上がっていきます。動きましたよ。ボリーニ、ここは競り勝ちます。さあ一気にカウンター、ボリーニからバロテッリ、ここで前を向けるか、激しいボールの奪い合い。あーこれファー、取らないですか、レフリー。長いボール縦へ、ふわっと裏を狙う、ハリロビッチ。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。イトラスペ、激しいボールの奪い合いです。さあ左サイドへ、これもファウルですもんね。注意に終わりました。およそ30メートルというところです。これでトータルリードとなります。直接決めてきます。いや入っちゃいましたね。正確なキックを持ってますよね。リードを許したところでファーストレグとのトータルの形勢を一気にひっくり返されました。いいプレッシャー、
チェックを受けますが動じません。裏のスペースを狙う。プレッシャー、長いボールを送ります。ロイヤルエクセルムスクロン、これは奪い返します。抜きに行くか、ビクトルサンチェスに渡る。いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだった時にここは決めておきたかったと思いますけどもね。裏のスペースを狙う。ファブリス、ルーズになる。サイドを使います。体強いですね。ここで受けてボールが上がる。これは直接キーパーへ。リトラスペ、ナルセ、ドリブルで上がる。シュート、ロイヤルエクセルムスクロン、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ボールの奪い合い激しいものがあります。カウンターを仕掛けます。ボールが収まりません。バロテッリに渡る。さあバロテッリへ、スペースを狙った。シュート、いやー、一気に縦へのアーチ。スルーパスを出す。さあ抜けた。ここをかわした。はい、来ましたよ。どうだ、どうする。ボリーニ、体を張ります。ここでファウルがありました。拾いたい。一瞬のクリアでしたね。ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。45分間戦って1対0、先に得点を許したまま前半を終了しています。よく戦ってましたけど、そのバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを動かしながら相手のペースにかからないようにしていくことでしょうね。ベルギーカップ2回戦セカンドレグ、それでは続けて試合をお楽しみください。さあ後半スタート。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。はい、チャレンジはしません。後ろに流す。ハリロビッチ、もう一つ前に行きたい。さあどこに出してくる。サイドのスペースを使います。ハリロビッチ、チャンスを演出できる。シュート、これはバーギリギリでした。ギリギリですよ。ボールキックでしょ。
大きく縦へ。縦へのボール、激しいボールの奪い合いです。ハリロビッチ、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。まあ縦パスで打開されるのが嫌だという理由じゃないでしょうかね。彼は今日中盤来た、シュート来た、ゲット、再びトータルで勝ち越します。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いや、パスを受けるタイミングは絶妙でしたよね。しっかり出してたイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。同点に追いついたところでトータルスコアでの形勢が逆転しました。一歩リードです。イトラスペ、スルーパスを狙う、裏へ届くか、ボリーニ、クロスが上がる、ここ拾って次につなげたい。ロイヤルエクセルムスクロン、激しいボールの奪い合い、裏を狙っていきます、裏へ飛び出した、仕掛けるか、これは来た、来た、シュート、ソール、すごい反応を見せました。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこの場面でスーパーセーブです。ロイヤルエクセルムスクロンはメンバーチェンジがあるようです。クリア、このピンチをなんとか出します。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。どうだ、シュート、ルーズボールになる、イトラスペ仕掛けるか、自分で行く、イトラスペ、裏へのスルーパス、さあ来たか、素晴らしいシュート、ルーズボール、長いボール縦へ、このパスは流れてしまいます。立て続けに選手を入れ替えてきます。ナルセ、さあ繋がるか、抜けてくる、ロイヤルエクセルムスクロンはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。おっとこぼれてる、中人数危ない、ここ拾って次につなげたい。ロイヤルエクセルムスクロン、さあ仕掛けるか、ホダル、
大きく縦へ、ビクトル・サンチェス、ドルーズボール、強さありますよね。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。さあ再び選手の交代です。ボールはイトラスペ、長いボール縦に入れます。ここは通しません。ルーズボール、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。ルーズになる。おっと寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。このクリアボールどうだ、このシュート、反応でした。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。このピンチよく防ぎました。シュート、これを拾いたい。もったいなかったですね。慣れてませんよね。さあカウンターだ。スペースを狙う。一旦戻します。キーパーから前線へ、これはよく触りました。やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。バッチーニ、さあカウンタースピードを上げたいところ。ファール、カードをもらうかもしれません。ホウリーの注意に終わりました。まだ笛は鳴りません。これはどちらとも考えられる位置じゃないですかね。直接、クロスバーの少し上、そして今試合終了、1対1、見事2回戦で勝利を挙げました。いやー、北澤さん、ファーストレグの結果も絡めてどのような印象を持たれましたか。アウェー側としては内容的にはファーストレグの方が良かったと思いますけど、もう少し安定感が出てくると監督も安心できるんじゃないでしょうかね。そうですね、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。ベルギーカップ2回戦セカンドレグ、準々決勝進出を決めています。